皆さんこんにちは。そうだったのか、統一原理へようこそ。ナビゲーターのメイです。今日も皆さんと一緒に統一原理を参考にしながら、幸福な人生はどのようにしたら得られるかについて考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。皆さんと一緒に統一原理を学ぶハルトです。よろしくお願いします。ハルトくん、何回かにわたって創造原理について学んできたけど、どうだった?メイさん、僕、創造原理、大好きです。創造原理は聞けば聞くほどワクワクしてきて、元気が出てきます。そうね、ハルトくん。私もそうよ。今回は、創造原理のおさらいをしながら、創造原理に基づく、人間の本来の生き方について考えてみようかな。いいですね、メイさん。人間本来の生き方、すごく大事なテーマですね。今回も楽しみです。宇宙の神羅万象が創造原理で作られていることがわかれば、その中心的な存在である人間にも創造原理にのっとった正しい生き方があることがわかるわね。正しい生き方について、3つの観点で考えてみましょうね。正しい生き方ですね。心して学びます。よく受けます。ちゃんと理解するよう、最善を尽くします。ハルトくん、いい心がけね。創造原理にのっとった正しい生き方は、第一に、良心、本心に従って生きるということなの。創造原理に従って、正しく生きれば、必ず幸福になるように、神は創造されたからよ。反対に、間違った生き方というのは、創造原理に反した生き方だと言えるわね。どんなに幸福な人生を強く願ったとしても、生き方が間違っていれば、結局、それは不幸という結果をもたらしてしまうの。なるほど。そうなんですね。創造原理的に、生きるかそうでないかで幸不幸が決まってしまうのですね。これはもう、創造原理をしっかりと理解しておかなければいけませんね。創造原理にのっとって生きていく。それが幸せに生きるための第一のポイントですね。その通りよ、ハルトくん。正しい生き方の2つ目のポイントは、永生に向かって愛に生きるということなの。人間の肉身の寿命はいつか終わりを迎えるわ。でも、霊人体は永遠に生きるの。霊人体が永遠に生きる世界が霊界なのね。そして霊界は愛を呼吸して生活する世界なの。愛が欠乏している状態は、空気が欠乏している状態に例えることができるわね。地上では、空気を呼吸するでしょう。つまり、霊界では愛を、空気と同じように呼吸するということなの。だから、人は地上生活を通して、愛の世界で永生できるように、よく準備しなければならないということなの。すごいな、愛のために生きる。すべては愛のためなんですね。そうなの。地上での人生、肉親生活を通して、いかに愛の実績を残す生き方をするかが重要だということね。言い換えれば、愛こそが、後世に残すことができる、真の宝だと言えるわね。人は人生を豊かにするために、仕事やスポーツ、芸術などに熟達し、マスターしようとするわね。人間にとって一番大切なことは、何だと思う、ハルトくん。そうですね。やはり愛を学び愛のマスターになるということですかね。そうよ、ハルトくん。今日も絶好調ね。正しい生き方の3つ目のポイントは、正しい結婚をし、正しい家庭生活を送ることなの。天国で永遠に生きていくことができるような生き方をし、そのような家庭を地上で作ることが最も重要なことなの。天国は2人の国と書くでしょう。天国は神の似姿である夫婦を単位としていくところだからよ、ハルトくん。わあ、結婚の話ですね。正しい結婚、それは天国に入る門の扉を開くようなものなんですね。ハルトくん。今回は創造原理にのっとった人間の本来の生き方について考えてみたわ。はい、メイさん、良心、本心に従って生きる。永生に向かって愛に生きる。正しい結婚をし、正しい家庭生活を送る。それが創造原理にのっとった正しい生き方をするための3つのポイントなんですね。僕も人間の本来の生き方ができるよう頑張ります。皆さんいかがでしたか？そうだったのか。統一原理。今回はこの辺で。次回もお楽しみに。ではまたお会いしましょう。